の中川千奈美先生にお越しいただいております。中川先生、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。所沢市久米松ヶ丘中川千奈美ピアノ教室音楽教室ウィズピアノでは、小さいお子様からピアノを弾く楽しさを実感できるレッスンを行っています。ピアノを弾くことが初めてのお子様でも安心して取り組めるよう、テキストやレッスン補助道具を利用しながらレッスンを進めていきますので、知らず知らずと自然に音楽の基礎が身についていきます。今日のレッスンでこんなことが分かった、こんなことができたと、生徒さんとのコミュニケーションを大切に、期待気持ちに寄り添い、演奏するテクニックや表現力をどんどん引き出して指導を進めています。保護者の方にもレッスンの様子をお伝えしていますので、安心して通うことができるというお声をいただいております。将来ピアノを弾くことから幅広い音楽を心から好きになれるよう、生徒さんの未来を応援しています。はい、今日は、所沢久米松ヶ丘の中川千奈美先生にお越しいただきました。中川先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、所沢久米松ヶ丘でピアノ教室をお探しの皆さん、ぜひお気軽にお問い合わせください、はい、体験レッスン、また入会の方も受付をしております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい。